サンチョ7世は、ナバラ王国の国王。豪遊ーー王と呼ばれる。サンチョ6世とその王妃で、カスティーリア王アルフォンソ七世の王女サンチャの息子。ナバラの最初の王家である姫の家団系の最後の王。妃は、トゥールーズ・ハクレーモン六世の娘コンスタンス。百九十一年に、妹のベレンガリアは、イングランド王リチャード一世と結婚したが、サンチョはそれ以前、リチャード一世がまだ、 アキテーヌ校でポワティーハクだった頃から彼と親しかった。リチャード一世がベレンガリアを見染めたのはナバラで開催された馬上やジアイの檻であったが、その試合を主催したのはサンチョだという話がある。1192年、リチャード一世が第3回十字軍で遠征していた際に、フランス王フィリップ二世の先導により、 アキテーヌで反乱が起きたが、山頂穴原から騎士団を率いて駆けつけ鎮圧している。1194年、父の死去を受けて大位に就いた。翌1195年、カスティーリアアルフォンソ8世が、ムワヒド朝、アミール・ヤークーブ・マンスールにアラルコスの戦いで、大敗して、生意を低下させたのを見て、1196年に、 レオン王アルフォンソ9世と共謀してマンスールと同盟カスティーリアを東西から攻撃し、サンチョ7世は東からソリア・ラリオハへ侵攻した。ところがアラゴン王ペドロ2世がカスティーリアの救援に駆けつけ、アルフォンソ9世がローマ教皇ケレスティノス3世に破門され、東伐大将に指定されると足並みが乱れ、同年に教皇の勧告でムワヒド朝と手を切り、 アルフォンソ8世とは僕せざるを得なかった。1198年になると、今度はナバラが侵略にさらされる番となり、アルフォンソ8世とペドロ2世に攻め込まれ、窮地に陥り、1200年にカスティーリアにあらばギプスコア、ビスカヤを奪われた。この活動でナバラは大西洋への出口を失い内陸国に転落、ピレネー山脈に筆迫することになった。1209年に、 教皇インノケンティウス3世の意向を受けたトレド、大司教ロドリゴ・ヒメネス・デラダの朝廷で、ペドロ2世とは牧したが、その最近か2万マラベリを、ペドロ2世に支払っている。1212 12年、アルフォンソ8世、ペドロ2世と共にナバスデトロサの戦いに参加し、ムワヒド朝のアミール、ムハンマド・ナーシルが率いる、イスラム軍を破りレコンキスタの進展に貢献した。 アルフォンソ8世からは援助のお礼に国境の城をいくつか与えられ膨大な戦利品で冬になった。しかし、肥満体で健康を害していた三朝七世は戦後トゥデラの山城に引きこもり陰性生活を送り1234年に80歳で死去ロンセスバーリエスに混流したコレヒアータデサンタマリア教会に葬られた。教会には ナバスでトロサの戦いで、戦利品として持ち帰った、ムワヒド町の黒人奴隷の鎖が一部展示され、7フィート4インチある三頂7世の像が墓に横たわっている。非コンスタンスとの間に死死がなく、二人の妹ベレンガリアとブランカもすでに死去。後継者はブランカの息子で、老いのシャンパーニュファクティブ4世のみだった。ブランカが生前に自身の息子を、 後継者として三女七世に認めさせていたが、三女七世は後に気が変わり、1231年に、上位にあたるアラゴン王ハイメイッセイを後継指名して、死去した。しかし、ナバラの貴族は、ハイメイッセイに、権利の放棄を願い出て認めさせ、シャンパーンニューハクを、テオバルド一世として王に選んだ。ありがとうございます。